今回は久子様と紀子様の間で生じたとされる驚きの出来事について詳しくお伝えします。皇室内での発言や行動は常に注目の的ですが、今回の件は特に多くの人々の関心を引いています。久子様が放った言葉により、紀子様が驚かれたとされる一連の出来事について、その背景やネット上での反応、そして皇室全体に与える影響まで、様々な角度から掘り下げていきます。ある一つの驚きのエピソードが注目されています。それは久子様が怒りに満ちた発言をされたという話です。このニュースは実際のところどれほどの信憑性があるのか疑問も残りますが、詳細を見ていきましょう。久子様が発した怒りの言葉は、ある特定の出来事に起因しています。彼女が出席予定だった紀子様との行事が突然キャンセルされたということです。この決定により宮内庁内でも大きな波紋が広がり、関係者たちは困惑した様子を見せています。背景には皇族内での微妙な人間関係や、特定の行事に対する久子様の感情が関係している可能性が高いです。また久子様が注目していたのは、紀子様の自由な時間とお金を優先する姿勢でした。久子様は秋篠宮家が皇位継承に関わる問題に対して積極的に取り組んでいないことにも疑問を感じていたようです。特にコロナ禍によって公務が制限された状況で、どのようにその役割を果たしていくのかという点について、彼女は強い意見を持っていたと考えられます。久子様は特にスポーツに対する深い関心を持っており、過去には東京オリンピックでのスピーチも行い、その姿勢が注目されました。しかし紀子様が個人的な利益を追求するように見える行動に対しては強い不満を抱いていたようです。これは皇族としての義務と個人的な願望がどのようにバランスを取るべきかという問題にもつながってきます。このように久子様の発言は単なる個人的な感情の表出ではなく、皇族全体の将来に関わる重要なテーマを含んでいると考えられます。今回の件は単なる内部の不和にとどまらず、皇室の役割や責任、そして公務に対する姿勢を見直すきっかけとなるかもしれません。久子様が今回の件で感じた不満は、皇族としての自覚や責任感から生まれたものであり、これからの皇室がどのような方向に進むべきかを考える上で、重要な視点を提供していると言えるでしょう。紀子様が焦りを見せ始めた背景には、コロナ禍が大きく影響しているとされています。コロナウイルスの感染拡大により、公務が制限され、これまでのような活動が難しくなった中で、紀子様は今まで以上に自身の立場や役割に対するプレッシャーを感じていると言われています。特に公務が減少したことにより、時間の使い方や家族との関係がより注目されるようになりました。紀子様にとってこれまで築いてきた自身のイメージや役割が揺らぐことへの不安があったのかもしれません。一方で自由な時間とお金を求める紀子様の姿勢に対して批判の声も少なくありません。多くの国民は皇族としての責任を全うすることが最も重要だと考えており、紀子様の行動がその期待に応えていないと感じているようです。このことが宮内庁内でも波紋を広げ、特に久子様との間での確執が表面化する一因となっているのではないでしょうか。紀子様はこれまで秋篠宮家の支えとして重要な役割を果たしてきましたが、その一方で自由を求める姿勢が宮内庁内での評価を下げる要因となってしまったのです。紀子様の行動が他の皇族との比較で批判されることも多く、特に久子様との対比が際立ってしまいます。久子様はスポーツ振興や公務に真剣に取り組んでおり、その姿勢は多くの国民から支持を受けています。特に東京オリンピックでのスピーチはその象徴的な瞬間であり、彼女の公務に対する真摯な姿勢が評価されています。それに対して紀子様の行動はどちらかというと個人的な願望に基づくものと見られてしまい、結果として久子様との対立を生む結果となったのです。このような状況下で紀子様は今後どのように自身の立場を守り、
皇族としての責任を果たしていくのかが問われています。彼女の焦りと行動が今後の秋篠宮家や皇族全体にどのような影響を与えるのか、そして久子さまとの関係がどのように進展していくのか注目されるところです。久子さまは長年にわたりスポーツ振興に熱心に取り組まれてきました。特に印象的だったのは東京オリンピック開催を決定づけた IOC 総会でのスピーチです。久子さまは見事なスピーチを通じて日本の文化やスポーツの重要性を世界に発信し、その結果日本がオリンピック開催国に選ばれる一助となりました。彼女のこの活動はスポーツを通じて日本の国際的な地位を高めることに貢献したとして多くの国民から称賛されました。このような背景から久子さまはスポーツに関する公務を非常に重視されています。彼女にとってスポーツ振興は単なる公務の一環ではなく心からの情熱を注ぐ活動であり、これが皇族としての彼女のアイデンティティの一部を形成していると言えます。そのため久子さまが紀子さまの行動に強い疑問を抱くのは無理もありません。特に紀子さまがファッションや個人的な利便性を優先するような行動をとったことに対して久子さまは非常に厳しい姿勢を示されました。久子さまは皇族としての品格と責任を非常に重視されています。彼女は自身の行動が国民にどのように受け取られるかを常に考慮し公務に取り組んでいます。そのため紀子さまのように個人的な利益を追求する姿勢には批判的です。特に紀子さまが多くの荷物を抱えて赤坂御用地に入られた際、久子さまが非常に激怒されたという報道がありました。これは紀子さまの行動が皇族としての品位を損なうものであると感じられたためでしょう。さらに久子さまは秋篠宮邸での宮家親睦会を欠席する意向を示され、その理由を皇族としての責任が果たされていないとする厳しい言葉で説明されたと伝えられています。この発言からも久子さまが皇族としての公務にどれほど真剣に向き合っているかがうかがえます。久子さまのこうした姿勢は国民からも大きな支持を集めています。多くの人々が彼女の毅然とした態度を皇族としての模範として高く評価しており、特に紀子さまとの対立が浮き彫りになる中で久子さまの発言や行動に共感を示す声が広がっています。このように久子さまは単にスポーツ振興にとどまらず皇族としての品格を守るために厳しい立場を貫いています。このことが紀子さまとの間に生じた対立の一因となっているのです。しかしそれ以上に久子さまの姿勢は今後の皇室における重要な方向性を示しているのかもしれません。久子さまの発言が報道されるとネット上では多くの反響がありました。特に紀子さまに対する批判的な意見が多数寄せられ、久子さまの毅然とした態度を称賛する声が広がっています。日本の皇室に対する国民の関心は常に高く、皇族の言動は常に注目を集めていますが、今回の件に関しては久子さまの行動が特に注目されています。ネット上では久子さまよくぞ言ってくださいましたといったコメントが多く見受けられ、久子さまが紀子さまに対して厳しい姿勢を示されたことが国民の間で非常に好意的に受け止められているようです。多くの人々が紀子さまのこれまでの行動に対して不満を抱いていたことが今回の反応からもうかがえます。一方で紀子さまに対してはもう少し皇族としての自覚を持つべきだといった意見が多く寄せられています。特に彼女が自由を求める姿勢や個人的な利益を優先するように見える行動が国民の間で反感を買っているようです。このような状況がネット上での批判的な意見の広がりにつながっていると考えられます。またネット民たちは秋篠宮家全体に対する批判も強めています。秋篠宮家が皇室の一員としてふさわしいかどうかという議論も再燃しており、特に紀子さまの行動がその火種となっていることが明らかです。このような状況下で久子さまが示された強い姿勢は
多くの人々にとって安心感を与えていると言えます。さらに久子様の発言が皇族としての責任を強く意識したものであったことが国民の支持を集める要因となっています。ネット上では久子様こそ皇室の品格を体現しているという意見が多く見られ、彼女の姿勢が皇族としての理想像として受け止められているのです。このようにネット上での反応は久子様に対する強い支持と紀子様に対する批判の声が入り混じったものとなっています。特に皇族としての振る舞いや責任に対する国民の期待が非常に高いことが浮き彫りになりました。久子様の毅然とした態度が多くの人々に安心感を与え、さらに皇室全体への信頼感を強めていることがわかります。今後も久子様がどのような行動を取られるのか引き続き注目が集まることでしょう。2020年11月8日に行われた立皇嗣の礼は、秋篠宮殿下が皇位継承順位1位となったことを内外に宣言する重要な儀式でした。しかしこの儀式は新型コロナウイルスのパンデミックの最中に強行されたため、多くの議論を呼びました。特に久子様がこの儀式に対して強い反対を示し、関連する祝賀行事を欠席されたことは大きな注目を集めました。久子様は新型コロナウイルスの感染拡大が深刻化する中で大規模な儀式を行うことに疑問を抱かれました。特に11月10日に行われた祝賀行事において久子様が立皇嗣の礼をこの時期に行うことは適切ではないと宮内庁側に伝えられたとされています。このような厳しい姿勢を示された背景には、国民の健康と安全を最優先に考える久子様の強い信念があったのでしょう。この決定は宮内庁内でも波紋を広げました。祝賀行事の準備を進めていた関係者たちは、当然久子様も出席されるものと考えていましたが、彼女の欠席が決まったことで大きな混乱が生じました。それでも久子様は、皇族としての責任は果たすべきだが、この状況下での祝賀はふさわしくないという信念を曲げることはありませんでした。一方で紀子様はこの儀式の早期実施に強くこだわられたと言われています。その理由の一つには、娘である眞子さまの結婚に関する問題が影響していたとの指摘もあります。紀子さまはこの立皇嗣の礼を早期に行うことで、秋篠宮家の地位を確固たるものにしたいという意図があったのかもしれません。しかしその強行が逆に批判を招き、紀子さまの立場をさらに難しいものにしてしまった可能性があります。久子さまの欠席は国内外で大きな話題となり、皇室の在り方についての議論が再燃するきっかけとなりました。特にヨーロッパの王室からも祝電が寄せられなかったことは、儀式の正当性に疑問を投げかける結果となり、紀子さまにとって大きな打撃となったのは間違いありません。この一連の出来事は、皇族としての在り方や国民との信頼関係をどう維持するかについて改めて考えさせるものでした。久子様が示された厳格な姿勢は、皇族としての責任を重んじるものであり、今後の皇室がどのような道を進むべきかを考える上で重要な指針となるかもしれません。いかがでしたでしょうか。久子様と紀子様の間で生じたとされる対立の背景や、それに対する国民の反応、そして皇室における重要な儀式について詳しくご紹介しました。皇族の皆様の行動や発言は日本の未来に大きな影響を与えるものであり、私たち国民にとっても非常に重要な関心事です。久子様の毅然とした態度や紀子様の今後の動向についても引き続き注目が集まるでしょう。これからも皇室に関する様々な話題を取り上げてまいりますので、どうぞお見逃しなく。